はい、皆さんこんにちは、ゲームイズ大平です。はい、皆さんこんにちは、ゲームイズ大平です。というわけで、はい、ちょっと新イベントの考察、はい、ステラポリスですね、をちょっとね、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっと今回からね、形を変えまして、はい、ちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあ、それぞれがちょっとね、ピックアップしたもキャラだけの紹介というか、感じに、注目キャラですね、そうしていこうかなと思います、はい、なのでこの時点で、うん、出てこないキャラっていうのもね、ちょっと僕らの動画に関してはいるかもしれないですね。いると思うんですけど、はい、まあもうそういうことだと思っていただければ、はい、まあ、察しみたいなですね、はい、なんで今回からね、はい、今回からちょっと分かんないですけど、分かんないですよね、反応見てっていうのもあるんですけど、はい、よろしくお願いします。行っていこうかなと思います、はいはい、で私からじゃあ行こうか。で今回3体ずつピックアップしていくのはなんかまあキリいいかなと、とりあえず、ね、3、2、1みたいな感じでやっていこうかなと。で今回注目するキャラ、はい、トップ3こちら、はい、あーいいね、見やすい。3位アリナ神化、うん、2位、まあ、ホールズ神化、はいはいはい、クエリー神化なんですけど、はい、まあ、1体ずついっていきましょうか。あ、分かれたね、はい、見事にこれ。あ、本当ですか。うん、まずアリナ神化っす、はい、一応ステータスとか開いてから説明しようかな、はい、多分出てると思います、ここで、はい、まあ出てるか、じゃあいいか、うん、はい、貫通タイプで飛行アンチョアップにスラビの方でアジンキラーを持ってて、はい、で貫通タイプなんですね、うん、でボタン攻撃が2万6000近くてスピードも420R、うん、結構いいステータスを持ってて、うん、ラックスキルがクリティカルと、はい、でこれなんで強いかなと思ったのっていうと、うん、クシゼロとかを思い出してほしいんですけど、はい、マジ適正いないじゃないですか。いないし、未だにルビーで言ってる人いると思うよ、うん、やりづらいよね、クシゼロ。特にいつも思うけど、はい、なんか楽になってる感じしないの、うん、早くなってる感じ、今まだいるからあれっていうのはありますけど、これね、地雷ワープ対応って今まで桜木リリーと、ルビーとウォッカしかいないんですよ、ガチゲン。あ、そうなの。はい、地雷対策、ワープ対策、麻酔飛行全部含めそれしかいないんですよ、うんうん、で全部友情正直今いらないんですよ、うん、まあ、ウォッカの本人ちょっと強いけど、うん、いらないんですけど、これに対してこいつ大型拡散弾と大爆発持ってるんで、うん、割とこのアビリティと貫通でこの友情セット持ってるの強いんじゃないかなって思ってます、うん、で僕アリナ当たったんで神化ももう使えるんですけど、うん、別に悪くない、まだ神殿しか使ってないんで僕は何とも言えないんですけど、うん、このセットがちょっと注目高いのかなっていうので取っといてもいいキャラの一体なのかなって思ってます。で進化に関しては、まあ、スペックの強さでいうと進化の方が多分高いんですよ、はいはいはい、捨ても高くて、はい、号令持ってるんですけど、はい、でもあれはね最悪大大きくかなって正直思ってます、うん、龍馬ベトベンでいいや感が否めないんで、まあ、使ってないんでね、はい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 、スカトロジーでなんとも言えないですけど、うん、そっちでもいいんじゃないかなっていうので、うん、あらかじめ代用が効くんで、うん、アリナ神化をします、うん、はい、でも神化は確かに、うん、すごい便利な気がする。ブロック向こうも順位ターンでできるの で、ね、実はちょっと他のところでもいけそうな感じあるし、ね、はい、だからクシゼロとかで使うと、便利さが分かるんじゃないかなってすごい思う、うん、順位ターンだもんな、はい、で捨ても低くないのが、ね、魅力なんですよね、うん、順位ターンブロック向こうは友情も強いし、はい、本当。ただ若干飛行っていうのがネックになってくる可能性がある途中で、あ、あれはできないもんね、うん、アジンキラーも意外と活躍するときありますから、ね、うん、だからまあ扇形にアジンキラー乗ったら普通に強いんで、こいつも確かにいろいろ便利だね、はい、で次満載、はい、にホールズ進化、ホールズ、はい、こちらもアリナとほぼ一緒の理由になるんですけど、うん、まあ、今回激究極だね、はい、激究極ですね、はい、まあ捨ていいじゃないですか、いい、激究極なんで、うん、進化なんで、まあ、ただゲージショット成功で2万5千ぐらいなんで、うん、そこまでコイルが特別高いわけじゃないですけど、クリティカル持ってて、うん、なんでホールズ進化はいい。で、うん、もう一個説得力があるのが、うん、ノストラダムス神化がすごい刺さってきてるんですよ。上がってきてる。そう、ノストラダムス神化と全く同じアビリティなんですね。うん、麻酔ではないけど、うん、で、ノストラって神、加速持ってるじゃないですか。持ってる。こいつ爆発なんですよ。なんで、いいよ、ホールズ進化は、確かに当たればね。ちょっとね、いいんじゃないかなって思ってます。うん、でランダ回復って結構いいじゃないですか、うん、運分けついてるんだったら、うん、直殴り倍率上がってるとこでも一応対応ができるし、うん、まあ雑魚に打っても一応回復って目的だけでも使えるっていうのがあるから、うん、でこいつのいいとこ13ターンなんですよね、それが短いもんね、はい、なんでこいつは貫通ブロックってだけで言うのに、うん、飛行もついて団地運動もついてるんで、うん、これからワンチャンあるんじゃないかなと思う。あいつの一体ですね、確かにこれからありそうだな、はい、なんで僕反射好きなんですけど、うん、今回は有能さで言うとちょっと進化かな、はいはい、あとかっこいい、どっちも確かにね今回絵が、はい、かっこいいですね。で1位、はい、クエリ神化、はい、まあ、これは正直、まあ、今回多分ガチャの目玉だったと思うんですけど、うんうん、まあ、捨てはびっくりしますね、何年前だと本当に
あのステータス完全重視する個人的なあれだと、うん、あの逆に好きじゃないキャラになるんですけど、友情全振りだもん、ね、友情全振りっすね、うん、なんか友情強いね、これこれ弱いって言ったらもう弱いやつしかいないでしょってレベルに強いっすね、うん、友情は、うん、まあ、重視穴場がねサブでもやっぱ火力高いんですよ、4万5000とか4万6000とかあるんで、強いってのと、まあ、反射 EL 砲撃型なんてもうずっと強いって言われてるじゃないですか、うん、はい、理由はそれだけですです。友情だけで引きに行ったキャラってこれ過去にもいっぱいいるじゃないですか、うん、グネビアとかいる。だからグネビアみたいにスポットライトが当てられるか当てられないかで今後が決まると思うんですけど、うん、だからそうなる前にちょっと引いといてもいいキャラかなって思いました。確かに、まあ、一応 SS もねその辺を自身 の、まあ、あの友情を当てやすくするもんだからね、まあレーザーバリアしますね、順位では3ターンですね、3ターン消滅なんですけど、まあ、うん、お察しですけど、うん、まあ別にないよりはいいかなって、うん、はい、ということで今回3、2、1を、まあ、あえてピックアップするとここになるのかなって思って、うん、今回のシニベは過ごしてます、はい、はい、じゃあ自分行こうかな、はい、自分ねちょっと 1,2,3 とかつけてない、はい、ないですね、これ3キャラってことですね、3キャラ、はい、僕別に強さ順じゃないんでね、これ注目度順みたいな感じですね、はい、またアリナ進化、うん、ホールズ神、え、すごい、1体もかぶってないんですか、そういや、びっくりした、すごい、それ自分もね一応携帯までちょっと書いたんですけど、はい、うん、かぶってなくて、あ、そう、まだ1体しか1個しかないですもんね、そうで、まあ、またまずなんですけど、はい、マンチャーチャーアーチブロックもう貫通キャラって結構ね、うん、これもまあ少ないかなと思ってますし、ね、でこれもニュースの時、うん、あ、ニュースの時じゃなくてこれの時かな、うん、言ったと思うんですけど、まあ自強化とあと味方集める SS がね、はいはいはい、出た、持ってるキャラこれガチャゲンにしかまあ今までいなかったし、これ初ですね、そうで、うん、さらに、スピードとパワーがあるのはもう高杉晋作の神化だけなんですよね、うん、でそこを降臨タイプのマターがこれ持ってきたっていうところでね、うん、意外に運枠だったら仕事するところもあるんじゃないかなと思って、まあ結構味方集める SS はデメリットもかなりあると思うんですよねその攻撃パターン、敵の攻撃パターン知らないと一気にその後ロックオンのレーザーで焼かれちゃったりとかチョークする、そうそうそう、チョークするデメリットが結構あるんで、そこもまた理解しないと難しいのかなっていうのはあるけど、ハマればね、うん、結構いい SS で、いや僕個人的に好きなんでね、集める SS 個人的に好きなんで、ちょっと長いんですよね、確か、そうちょっと長い、ね、じゃあ2ターンぐらい普通のやつより長い、うん、長いのかな、長いですね、でまあ現状だと、うん、エデン、まあ他の運枠で今もうさらに最適はいるかとは思うんですけど、うんうん、まあ、作っておいてもいいのかなっていう気はしてますね、あとクエストが簡単だったんで、うん、っていうのもあるんで、あとイラストすごい好きなんで ね僕はすごいこれ好きなんで、なんかちょっと狂ったジトメみたいな感じのイラスト狂ったジトメ狂ったジトメでもジトメに失礼します、ね、結構ね好きなんでね、また今回しますね、はい、で次で自分アリナ進化、はいはいはい、まあ、これはねもうさっきも、うん、翔さんは、うん、言ってたし、ニュースの時に発表された方がアリナの進化で、うん、まあ、インパクト強かったですね、そう、完全にエスカトロジーの、はい、まあ、ね、適正枠ということで来てね、うん、チャスさんとかが、うん、ステータス出した時には、うん、もう、まあ、ステータスがバカ高いと、うん、攻撃力がまあ3万1000、まあ、ゲージがもうないからやばいっす、ね、これスタビだけどスピードをね、うん、もう完全にどうしたってなりますよねこれ普通にだって下手なし変な重力バリアひどくて自強化でしょこれ、そうそうそう、自強化よね、もう完全に翔さんが作った龍馬ぐらいのちょっとびっくりしたもん、俺作った日だったから、そうだよね、3万いってるねみたいな、うん、なんでこれだし、そうで SS も結構20ターンで、うん、使いすぎターン数があって、はいはいはい、中級核3弾もねそこそこ、うん、雑魚の HP 削ってたんで、はいはい、まあ、総じて本当使いやすいのかなっていう感じはあるね、うんうん、なんでまあ今だと普通にベートーベンとか龍馬、うん、多めにも積むことにはなってるとは思いますけど、うんうん、1体はなんか、うん、アリナ進化とかでいた方が、うん、さらに、攻略しやすいのかなと思いますね、はい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 、特に、まあ、僕あんまマルチをエスカトロジーとかあんましないんで分かんないですけど、うん、特にその運枠入れない運枠1枠とかそもそも入れないでやる人とかは結構いい枠になるんじゃないかなって、ね、ゴール動きますもんねそもそもね、そう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 、はい、まあなんでアリナは本当だから今回どっちも上がってましたけど、どっちもなんか、ね、うん、意外と2体引いててよかったかもしれないですね、そうだよね、うん、
2体普通に、うん、さっきになってやっぱ、うん、口ゼロの話とか聞いてもね、うん、まあ、そっちも欲しくなったもんな、まあ、あとはまあ現状はまんないっていうのが現状でもそうあとそう現状はねどっちもそう、まあ、エスカトロジーも正直やっぱさっき言ってたけど、うん、代用が効くっちゃ効くし、うん、2体とか出たら中距離も強そうですけどね、うん、あ確かにね、うん、艦隊ちょっとやってみたいよ、ね、ね、それはあるわ、そしたら楽になる可能性ありますからね、うん、かなり、なんでまあ僕アリーナ進化です、うん、でじゃあ最後、うん、ホールズ、はい、神化ホールズですね、まあ、僕は、まあ、今回劇種が結構違うだけみたいなのがありますよ、だけみたいなところなんで、うん、アビリティはねどっちも一緒なんですよ、まあ、ただ、うん、あのさっき石破さん言ったように貫通タイプの方が希少性があるのかなっていうのはあると思うんですけど、うん、僕はちょっとね友情がやっぱね砲撃型のバラージ持ってるところで結構強いんじゃないかなと、うん、降臨枠の、まあ、劇曲だけど、うん、にしては結構破格な友情がこれついてるんじゃないかなと思ってますね、最近そういうの多いですよね、そう多いよね、やたらガチャゲンで結構強いって言われてる、うん、劇曲にポンってつけますよね、そうでもバラージはもうやっぱ強いじゃん、うん、普通に、デッドラビッツ、そう威力が出るのも分かってし、はい、で貫通拡散弾も、うん、あの威力にはこれなんないけど反撃とかねなんかその辺のにハマってきそうだし、うん、ステータスはまあ攻撃力はねむしろこれ多分低い方に、うん、2万2000ゲージ込みで低い方にはちょっと低めぐらい、うん、なるけど、友情の振り方ではこれ降臨では十分にいいんじゃないかなと思うんでね、運楽なら十分な仕事ですよね、うん、かなりなんで、はい、こっちを僕は押そうかなと、うん、あとまあアルカディアでね使え、うん、カミカミだったらねアルカディアで使えそうなんで、うん、そこら辺で使ってみたいなっていう個人的な意見が入ってます、はい、まあちょっとねホールズに関しては、うん、あのクエストがちょっと来てないんで ね、 そうですね、あの難易度に関してはまだ何も言えないんで、周りやすさとかはちょっと分かんないですけど、まあ、ホールズ、うん、うん、そうだよね、ホールズですね、うん、僕はホールズ全フリーですね、飛行アンチブロック、そうだよ、少ない飛行アンチブロックが少ないんですよ、マジ地雷対応ブロックが少なくて、うん、ホールズ自強化だったらねめっちゃ良かったんですけどね、バウンド、バウンド、そうだね、まあ確かにね、はい、はい、以上な感じでした ね、うん、ね、全体として、うん、今回の、まあ、ガチャは どう引くか引かないかみたいな悩んでる方もいると思うんですけど、これもう本当毎回のように言ってるけど強いんですよ、強いやつは強いんですけど、あのこの後なんですよ全部、アリナ神化もさっき言ったけど現状だって言ったらクシゼロですよ、クシゼロクシゼロにハマってどうするんだって話ですか、まあ、もうあとね、うん、でまあホットなところで言うと進化がエスカトロジーじゃないですか、うん、でも逆にエスカトロジー以外だとどこですかのなるじゃないですか、うん、ならキラーアルサナダが良くないとか、うん、大号令のベートベンが良くないってなると思うんですけど、ターンアビっちゃターンアビだからね、うん、まあ、ウィンドアルというよね、うんうん、まあ、さだから今後そういうのが増えてきたら全員いけるけど、でクエリニの神化とかさ友情超強い超強いってなってもどこで使うのってパッと出てこないじゃないですか、うんうん、だからまあ、そ最近そんな感じのが多いんですよね、だからどうハマってくるかっていうのがすごい分かんなくて、新作グネみたいに寄り方するのか、うん、でも今回そこまでのインパクトやっぱ なかったしね、全体見て、うん、なんかアリナがちょっとアリナゴリ押し感ありましたよね、うん、エスカトロジー使えんぞ、うん、確かにその辺の話題性でかっさらってきた感じ、うん、まあまあ別に適切ない人だったら全然引いちゃっていいけど、うん、と思いますけどね、持ってる人は無理に引きに行かなくていいんじゃないかな、そうです、ね、正直、はい、ただこのキラーはどこにもハマらないって保証はできないですね、ああ確かに、うん、言って今回パーシー含め自分もそうだ、パーシーとか、うん、あとクエリーの進化の方とかキラーエルなの結構ね、そうキラー勢は毎回言ってるけど、うん、持っといた方がいいな、パーシーに関しては竹ゼロな気がしますけどね、竹ゼロ楽にするみたいな、大黒天界とかね、その辺もしかしたらね、そう大黒天界もありそうですけどね、現状、まあ、これ言い出しちゃうけど、ね、全体的になっちゃうから、この後ハマってみたいな、引いてもよかったら困っちゃうし、言いませんっていうか、ね、言いません、ね、そこはもう何も振りません、もうね結局、はい、なっちゃうからこう、うん、こうなっちゃうんで、うんうん、でもこれ今回意外に良かったな、この形式、意外になんか良かったな、うん、なんか個人差ありそう、むっちゃどこ重視するかみたいな、ああそうね、まあそれまあお互いのそもそもの好みとか、俺今回少ないご利用したからその枠少ないご利用したから、うん
あるけど、でもなかなかでも、はい、あれだったな、聞きやすかったし、なんか見やすかった感じはあったけど、ね、なんでちょっとね、はい、この形式どうですかみたいな、コメント欄で逆に3体ピックアップしよう。あ、確かに確かに、そうだね、はい、頑張って押してください、うん、なんでコメント欄でも3体だとか、はい、あ、これ 見やすかったですか、あればぜひね、ちょっとコメント欄いただけると、よろしくお願いします。見ますんで、よろしくお願いします。まあでもこのなんか宇宙の星座シリーズはでも続きそうっすねみたいな、なんか続きそうっすね、そうだよね、これで全星座出せるもんね、うん、人はチャンネル登録よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あ、ツイッターもねやってます、ゲームズの SNS もやってます、サブチャンネルもやってますね、登録よろしくお願いします、よろしくお願いします。さあ今回もゲームズラジオ4からお送りしました、ナウピロでした、シロでした、ご視聴ありがとうございました。